はい、どうも、アウサンツーです。今日はね、久々に練習場来ました。これいつだったかな、土曜日だったかな。練習ちょっと行けたんで、その時の動画にね、ちょっとナレーション入れていこうかなと。ちょっとね、最近練習も全然できてなくて、週1行けたらいいなっていう。ラウンドも週に入れないんですよ、もう。入れて週1。それも結構ね、キツキツで入れてるんですけども、練習もね、あんま行けてません。あんま行けてないっていうか、ほとんどできてないですね。でもね、こう練習いけなかったらいけなかったで、こう気づかされることってやっぱ結構あるんですよね。僕はね、ちょっとね、今日この練習からね、スイングをね、ちょっと変わりました。気づきました、僕。今までね、僕ね、スイング間違ってました。僕ね、いつも今までね、ちょっと突っ込みながら打ったんですよ、左側に。左側に突っ込まないといい当たりしなかったんですね。ちょっと見ててください。もう今までのスイングですね。僕こうやってテイクバックして、ちょっと、この画面で右側ですね。こうやって突っ込みながら打ってたんですよ。突っ込みながら、俺突っ込みハンドファーストって呼んでるんですけど、突っ込みハンドファーストで、上から打って打ってたんですけども、ちょっとこういうスイングにしました。この、その場で腰を回転させるというね。これのやって意味が分かったんですよ。なんかね、いろんな、レッスン動画とか、まあ、レッスン雑誌、そういうのでね、今のようなね、スイングですよっていう情報は知ってたんですけども、なんかいまいちうまくできなくて、で、まあ、僕普通にその突っ込まないで打つと、こう、当たりが薄くなっちゃうんですよ。なんていうんですかね、押し込めないというか、なんか当たりが薄くなって。なのでね、僕突っ込んで打ってたんですね。突っ込むのが僕の弱点で分かってたんですけども、突っ込まないと打てなかったんですよ。打てないことはないんですけど、突っ込んだ時の方が当たりが良かったんで、突っ込みハンドファーストって呼んでるんですけど、僕は。で、そうやって打ってたんですけども、まあね、練習とかもあんまりできなくて、いろいろ考える時間があったせいで、このスイングの意味が分かりましたね。要はこう突っ込んで、だからボール結構左サイドに置いてたんですけども、突っ込んで打ってたというか、突っ込まないと打てなかったんですけども、よくみんな打ててんな、突っ込まないのにって思ってたんですけども、腰をね、回転させて、よくね、左のお尻がこちらに見えるよりみたいなね、表現したりするんですけども、腰や体をね、こう回してあげて、まあ、その場でというかね、左が、左サイドに突っ込まずにね。そうするとね、おのずとその突っ込んだのと同じ体勢になるんですよ。クラブがちょっと遅れて、ちょうどいいハンドファーストになると。で、ボールの位置もね、おのずと真ん中、もしくはちょっと右側に寄ります。これは突っ込まないんで。これだとね、いい当たりしてましたね。なので僕今まで間違えてました。13、4年ぐらいですかね。突っ込んで打ったらもう突っ込まない。こうやってね、腰を先に回してやると。なんかね、こういう腰を回すっていう意識は結構あったんですけども、腰回すプラス突っ込んでたんで、結構ね、ボールが散らばってたんですけども、ボールが散らべるとしてたんですけども、しっかりね、腰を回すことによってね、まあ、その場で回転するんで、頭もその突っ込めません、これは。なので、ちょっと安定感増した気がします。まあ、今日、この日しかやってないですけど、この日に始めたばっかりのことですけど、多分ね、これ多分正解ですね、これは。やっと分かりました、僕。14年、15年なんのかな。これが正しいスイングだと。こうやってね、腰を先に回してやるとね、その場でね、しかも。もう腰回すっつってもね、突っ込んで腰回してたんで、突っ込み腰回しハンドファーストって呼んでたんですけども、ちょっとね、その場でね、
なんで教えてくれなかったのかな、みんなって思うんですけども、多分教えてたのかもしれません。でもね、やっぱね、教えたことがね、しっくりこないとね、右から左に流れちゃうタイプなんで、うん、これはね、僕はかなりの、劇的な進化が、見込まれるんじゃないかなと、そんな風に思います。今回のね、このスイング改造とまでいかないですけども、スイングのその考え方の、違いというのかな。ちょっとね、でも、なんか気をつけないとなんかアウトサイドから入る気がしちゃいます。これ僕は。うん、出玉が思ったよりちょっと左出てるなっていう、その場で回転してしっかりねインサイドから入れないと、そういう現象起きるのかなっていう感じするんでね、やっぱりたくさん練習したいんですよ。今練習したいけど練習できないっていうね、このもどかしさ、ラウンドもあまりいけないというね、このもどかしさ、そろそろね春の、競技近づいてますよ。まず僕ね、年間で競技は2つしか出ないですね。パブ戦、全日本アマチュアゴルフアーズ選手権っていうのとね、パブミット、それのねミットですね。この2つしか僕は基本出ないんですけども、これの予選がそろそろ近づいていきました。1ヶ月後ぐらいになるのかな、そのね予選が。前回はね、カラス君も、通過しました。今回もね、通過できたらなと、で仕上げていかなきゃいけないんですよ。ちょっとね、ドライバーが若干不安です。あまり練習ができてないのでね、変えたばっかり言ったんですけども。去年はね、でも、あんまりその、去年から競技出始めたんで、そのクラブセッティングっていうものを、大会の時も全然仕上がってなくて、大会じゃない、試合の時も全然仕上がってなくて、だからね、結構早めにね、クラブとか変えるんだったらね、もう年末年始から準備しておかないといけないなっていう勉強になってたんで、今年は結構早めにいろいろクラブをこう、クラブセッティングっていうんですかね、をね、ちょっと固定させました。はい。今ね、もうこれ以上変える隙がないんじゃないかっていうところに来てます。はい。ちなみにね、この前パター買ったじゃないですか。スパイダー GTX。で、まあ1回しかラウンドしないんですよ。1回しかラウンドしてないですけども、あれも多分使わないですね。あとね、今週か。僕、いよいよ、あ、これ UTT も、これ7入れようかななんて思ってますね、今、ワンチャン。クラブセッティング決まったっつってんのに変えようとしてますが、怖いですね、これは。あったよね。なかったっけ、ピン 7U。あ、ピン 7U はないか。失礼いたしました。UTD がね、いいんでね、もちろんアイアンもいいんですけど、あとは、いや、ワンチャンだから、パフミット、これ、まあ練習ラウンド行ったりもするんですけども、まあ多分何回か行きます、練習ラウンド。今予定してるだけでも2回行きます。で、それの片方はもうドライバー抜いてやろうと思うんですよ。まあ、そんなパフミットぐらい、パブ戦、そんな長くないんで、ちょっとね、ドライバーを抜いてどれぐらいなのかなっていうのをちょっとやってみたくて、調子が良くても悪くてもドライバーを抜いたラウンドっていうのを1回、その日を通してね、ちょっとやってみようかなって、もう1個の方はちょっとまあコースに合わせてやってみようかなと思って、まあ5番ウッドでもまあそこそこ行ってくれんで、220ぐらい行ってくれれば全然、もう、まあ、長いミドルじゃなければ普通にアイアンできると思うんで、ちょっとね、それをちょっと、今思ってますね。はい。あと、だからもう、あと今週、はい。今週、僕、宮崎に行くよ。宮崎に行きます。はい。
競技に、2つしか出ないって言ったんですけども、チームスクランブルっていうのにちょっとお呼ばれして、去年の秋ですかね、プロアマ、チームスクランブルですかね、それの予選が、去年の秋にあって、でまあ、予選通過して、鳩山でありましたね。まあ、初めてのね、チームスクランブルで、まあ、楽しかったなっていうのが、まあ、その印象しかなかったんですけども、で、エリア決勝が大利根でありました。関東のエリア決勝で、まあね、動画でも報告したんですけども、メダリストと。見事ね、関東1位通過っていうことで、今週全国の会場になって宮崎に行きます。はい。ずっと雨だしそうですね。今のところ天気予報を見ると。まあ、僕嫌じゃないです、雨は。まあ、晴れてるんでごしたことないですけどね。多分グリーン硬くて晴れそうなんで、まあ、僕の実力で言ったら柔らかくなる雨降ってた方がまだいいのかなと。嫌ですけどね。で、それの決勝がね、いよいよ今週あるんで、まあ、それをちょっと一旦頑張りたいんですけど、全く練習してなくて、僕絶対迷惑かけちゃいます、これは。個人戦だったら別にいいんですけどね、チーム戦で迷惑かけるっていうのはね、もう本当に、面白くなりそうですね。まあ、皆さんに頼って、僕のミスを皆さんがカバーしてくれれば、いい結果になるんじゃないかなと。あんま結果気にしてないんですけどね、もう行きたくないぐらいになって。まあね、でもちょっと今週頑張りますわ。ドライバーもね、あんま良くないんですけど、まあ、ティーショットを4回取らなきゃいけないんで、4回だけいいショットすればいいなって考えたら結構楽なんで。でね、あ、そう。え、パター、あ、そっか。パターの話したか。まあ、パターで頑張ります。50代でしょうね、多分。難しいコースとは聞いてるんですけども、優勝は。あと、このドライバーもね、その場でこう回転するようにはしました。ドライバーも結構突っ込んでたんで、突っ込みドタテチーピンとか、突っ込み、突っ込みプッシュとかね、出てたんですけども、多分大丈夫じゃないかなと。このね、新しいスイングというかね、腰を、その場で回していく、まあ、みんな言ってますけどね、この日しかやってません。この日以来、クラブもう多分もう練習いけないですね、本番まで。でも、じゃでも、まあ大丈夫じゃない。いや、逆に仕上げすぎて体壊しちゃうんで、僕、腰が痛くなったり背中痛くなったり、それがね、やっぱ僕出てくるんで、もうワンチャンもうあんま練習しない方がいいかなっていうふうにプラスに考えたら、ちょっとね、気持ちが楽になりました。そのあとどうですかね。なんかもう一回ぐらい練習行きたいな、今日か明日か。まあ、今日か明日しかないか。あ、そうですね。ちょっと行けたらね、まあ、軽めに行っとこうかなと。そういうのをさ、あと、昨日結婚式だったんですよ。ね、なんか久しぶりにお酒飲んだら、お酒強くなってましたね、僕。全然酔わなかったです。もう、強くなってました。